佐々木信子佐々木信子は明治から昭和時代にかけての女性。国木田ドッポの最初の妻。有島武雄ある女のモデル。医師伊藤友方と保守の間の私生児として生まれる。総枕光は10枚。青山女学校に学ぶ。神戸女学院にも人敷きのみ通い岡田道夫と面識があった。1895年。 日本キリスト教婦人教風会の主力メンバーであった母親が自宅で日清戦争の従軍記者を招いた晩餐会を開催したのをきっかけに国民新聞市場での従軍記相手通信で少し知られた国木田ドッポに恋されて駆け落ち同然に結ばれるがドッポの貧困に耐えかねて結婚後わずか5ヶ月で出本。離婚後の1897年ドッの子ウラ子を出産 父の娘として入籍された裏子は、生後3週間で、里子に出す。1901年当、本市が休止すると、農務省の農業練習生として、米国留学中だった森博との結婚のため、鎌倉丸に乗るが、船の事務長で、妻子もある、竹井勘三郎と恋に落ち、シアトルへ到着後、そのまま同船で帰国。事件は、鎌倉丸の縁分として、 報知新聞に連載され、ドッポはこれによって、信子が自分の幸運でいたことを初めて知る。帰国後は、竹井と佐世保で旅館を経営し、その後東京に戻って、か名を設ける。1921年に、竹井が亡くなった後は、妹の看病のために、栃木県茂歌市に移り、第二次世界大戦中も、日曜学校を開き、71歳で亡くなるまで。 静かに暮らした。1902年に鎌倉で信子の姿を見かけたドッポは短編、鎌倉夫人にそのことを描く。ドッポ死去後交換された、ざむかざるの木には、信子との恋の経緯が詳しく書かれていたが、実際には、結婚に妻子ドッポは策を漏し、嫉妬から信子の外出を禁じ、一戦一輪に至るまで支出を管理するという一方的なものだった。 森博の友人だった、有島武雄は、1911年から、白川に、信子をモデルとした、ある女のグリンプスを連載し、後半を書き下ろして、ある女として1918年に刊行。ヒロイン早月陽子が死んでしまう結末にした。信子は有島に抗議に行こうと思っていたが、1923年、有島は上司してしまう。編集者、国木田独歩の時代。 黒岩久子、角川学芸出版、2007ハ AB、時代を開いた女たち、神奈川の131人、神奈川新聞、2005、B131。ありがとうございます。